江戸時代後期の白鳥神社白鳥神社は宮崎県海老野市南部の白鳥山北中腹にある神社である。霧島六社権限の一社に数えられたとする文献もある骨社だが、通説では霧島六社権限のページにある通りである。旧社格は剣社、日本穂高を祀る。大和年間、霧島山を訪れていた将空が、 白鳥山の頂上付近にある六観音池のあぜの六観音堂で、北家行を唱えていたところ、白髪の老人が現れて、我は日本穂高であり、白鳥となってこの山に住んでいるが、我を祀る神社を建てようと語り、白鳥と化して飛び去ったことにちなみ、白鳥山中腹に聖観音を本寺とする白鳥権現者として創建されたと伝わる。ちなみに、日本穂高が、 霧島山中に現れたのは、かつて熊騒を打った因縁があったためと言われ、そこから後世軍神として崇められることともなった。祭神が軍神とされていたことから、天正四年に島津義久が参詣する東領主の数計を集め、天正二十年には車両三十丁が所役免除とされている。とりわけ、島津氏からは代々の数計を受けていたと思われ、 島津義弘は戦に赴く前に、ここで文を祈願し、慶長6年から同10年にかけて、社殿の新築を行ったり、車両200国を寄進するなどしており、その後も同志による、当神社への祈願や、戦勝の放祭としての寄進が行われている。また、山緑のい野里や岡里では白鳥を殺すことが禁じられていたという。明治維新に際して、 原社名へ改称し、明治38年県社列各、同40年2月に、新鮮兵白陵とも新神社の指定を受けた。なお、将空は当神社創始と同時に近くに、別当寺として、白鳥山混合上院満足寺を創建したという。これは後に荒廃して神社のみが残される状態となったため、室町時代初期の王衛十年に高村あジャリによって、 新聞集寺院として再興され、三国名勝図によると、江戸時代には三景者も多く流星であったというが、明治3年に廃寺となった。戦前までは霊災に雨の渦め命の舞とされた、新構えが奉納されていた。近くに、白鳥温泉があり、江戸時代には寺院の僧侶たちが入浴していたと言われる。毎年11月上旬に、エビの白鳥観光祭が開催される。 元禄16年、境内にあった赤松の巨木が、東大時代仏殿の屋根を支える工業として使用された。ありがとうございます。